去年の高校総体で男子陸上長距離に出場した仙台熊本の3年生ケニア人留学生のマイナ・ダンカンさん、 1500m では新記録を更新するなど2冠を達成しました。日本に来たのは去年5月のこと。私はダンカンです。外国人留学生として来日しました。それからおよそ1年、再びダンカンさんを訪ねてみると、全く話せなかった日本語は日常会話程度ならば話せるようになっていました。私は漢字勉強は難しい。日本の生活を楽しんでいるというダンカンさん。美味しかった食べ物とかありますか？はい、あるよ。何？ラーメン。はい、美味しい。どこのラーメン屋さんが好きとかありますか？学校の食事。学校生活にも慣れ、チームメイトにもすっかり溶け込んでいる様子です。入ってきた当初は緊張して、なかなか出てかずに、でも今はもうちゃんとチームに馴染んでくれて、本人も笑顔が増えたし、とても楽しそう。取材したこの日は記録会。総体を2週間後に控え、コンディションを確認する予定です。ペースはちょっと遅い。はい。そうなん。調整なんで？ん？調整？目標は？目標は8本。8本10ぐらい。うん。それは遅いんだ。あ、ちょっと遅い。うん。うん、はい。はい、ありがとうございます。出場するのは高校生をはじめ大学生や一般男子も参加する 3000m。 スタートと同時に一気に飛び出すダンカンさん。その後も2位集団をどんどん引き離します。そしてダントツの速さでフィニッシュ。気になる記録は8本さん。はい、ありがとうございます。今日は最高の1キロ、私アームストリングはちょっと痛い。8分3秒っていうともう今季でいくと多分一番全国で速いタイムだったと思うんで、結構でなんか終わった後きついか聞いたんですけど、なんか楽だったって言ってたんで、まだまだ全然いいタイムで走ると思うんで。やばいです、ね、現在高校生ナンバーワンの実力を持つと注目されていますが、そんなダンカンさんに立ちはだかる最大の強敵、それは日本語めっちゃ暑い。ケニアは朝と夜涼しいです。午後のちょっと暑い。ダンカンさんが生まれ育ったケニアは湿度が低く、気温が30度を超えることもめったにありません。暑い上に湿度も高い日本の暑さに慣れることが大変だったといいます。大変です。食べた。めっちゃ。いよいよ今週末からスタートする高校総体。ダンカンさんは 5000m に出場します。私は目標、熊本大会は13分55から13分、13分55から14。県大会で優勝することが目標ではありません。見据えているのは全国の舞台での優勝。私はベストタイムは13分36、インターハイは13分30、
体入れることはし。ダンカンさんの最後の夏が始まります。